さあ、今回は広げよう、はい、女子サッカーの話第1弾ということで、女子サッカーに関わっていた方々にお話を聞いていく企画となります。で、記念すべき1人目なんですけども、もう画面にね出ておりますこの方です。ではじゃあ自己紹介お願いします。元大和シルフィードの背番号26番、はい、中村しおりです。今日はよろしくお願いします。ます、背番号まで、背番号までありがとうございます。元背番号で。元背番号。中村しおりさんとは、毎週日曜日、はい、僕が朝9時から FM 大和スタンドアップサンデーというコミュニティ FM でやってるんですけども、はい、バモス大和シルフィードというコーナーで、一回お話をさせていただいたんですね。はい、で、そこから試合を見に行って、はい、で、直接ちょっといたんで、スタンドにいたから、お話を少しだけさせてもらって、はい、で、そこからなんですけども、それ以来会ってないですよね。そうですね、意外と会ってないですよね。そうですね。で、ツイッターフォローしていただいて、で、そこから、ちょっとこういう企画やりたいんですよって言って、快く引き受けていただいたんです。本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、もう本題に入りたいんですけども、はい、まずしおりさん、昨シーズン限りで現役を引退されたということなんですけども、はい、僕めちゃくちゃ驚いたんですよ。あ、本当ですか？はい、いや、何の報告もない、報告は別にいいんですけど、あれなんか予感もなかったなと思って。そうですよね、なんか、はい、みんな他のなんか応援してくれてる人たちもびっくりしちゃって、はい、申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですけど、その辺の経緯とかってお話いただいても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、まずは今年に大和シルフィードに移籍する前に、はい、前の愛媛 FC レディースってチームにいたんですけど、うん、はい、その時に1年 毎年1年ごとに膝の怪我をしてて、で、それで、正直、自分のメンタルと、サッカーの気持ちが、正直、愛媛の時に、ついてきてなくって、去年から引退を、引退しようかなと思ってたんですけど、この年まで、まあ、サッカーしてきたのは、まあ、お父さんお母さんのおかげでもあって、うん、愛媛に行く時も反対されたんですけど、それでも自分自身成長したいって言って行ったのに、何もなく終わるのは嫌だなと思って、サッカー試合出てる姿をお父さんお母さんに見てもらって、それまで持つ限り、膝が持つ限りサッカーをしたいなって思ってて、はい、それで去年移籍しようと思って、愛媛から大和シルフィードに縁があって来させてもらったんですけど、それで試合を出させてもらって、新潟から神奈川になったので、お父さんお母さんも距離が近くなって来れることになったので、結構試合に見に来てもらうことが増えて、はい、でも正直その時もやっぱり膝が痛い時もあって、で、その時になんか周りに迷惑かけるのがやっぱり自分自身も嫌だったので、この1年でまずはやりきろうと思って、シルフィードのために、まあ、力を尽くそうと。まずなんか去年はもう試合に負けてばっかりだったので、はい、まずは残留っていうところから自分自身の目標を立ててて、なんかそのためになんか膝を怪我してでもいいから頑張ろうって思ってたので、残留できたことがまず去年の自分の目標が今達成できたので、それとお父さんお母さんにも試合見てもらったので、なんか来年またサッカーしたいって気持ちもあったんですけど、それでまた怪我してまたリハビリってなったら気持ちがやっぱりついていかないなと思ったので、去年自分で決意して引退しました。もう愛媛にいた時からちょっと膝、はい、っていうのは痛いっていうのはあったってことなんですか？あ、もうなんか半月板を縫ったりとかしたんですけど、縫った後に2週間後にまたその縫ったところが断裂してしまって、もう正直もう2年ぐらい本当に試合にフル出場するっていう練習試合さえもできてなくて、だったので
なんか膝が結構自分自身も持たないなっていうのは分かってて、そういう気持ちもありました。あ、はい、半月板やっぱやるとね、致命傷って言われますもんね、やっぱね、サッカー選手とかって結構もう前十字と半月板やってしまってて。それはあれなんですか、プレー中にやったんですか、一回怪我は。あ、そうですね、高校2年生ぐらいの時に前十字やったんですけど、はい、愛媛に短大生から行かせてもらったんですけど、はい、その時からもう半月板に、もう内側腹側靭帯のところをちょっと痛めたりとか、やっぱ本当膝関係の怪我が多くて、はい、まあ、でそれでもちょっと痛みをこらえながらもやってたと。はい、はい、そうです。でもやっぱり周りのチームメートの人も自分以上に大きい怪我をしてる人もいて、それなのに自分がそれでやめるのも本当に申し訳ないなって思ってて、周りのそういう励ましというか応援の声もあったので、ここまで来れたっていうのは本当にあるので感謝してます逆に。例えば選手の中では靭帯とか半月板とかやるってなると相当なものじゃないですか。はい、今の現役選手とかでもやっぱりこう、ね、怪我をしてる人とかこう、はい、耳入ってくるじゃないですか、情報が入ってきます。その時もう本当心が痛いというか。あ、もう痛いです。なんかツイッターとか、はい、まあ、友達の情報とかでも聞くと、はい、なんかこう知らない人とかでもなんかもう同じ気持ちになっちゃってて、でもなんかそれでもやっぱりサッカーしたいって気持ちが多分強いから、はい、またリハビリ頑張ろうと思えてるのは本当にすごいことだなと思って、逆に今は応援したいなって気持ちでいっぱいです、ね、相当なメンタルとかってことですよね、はい、メンタルが、はい、すごいと思います。で今痛みをこらえながらなんとかやって、はい、もっとなんか点決めたかったんですけど1点だけですか、ヤマトでは。もうそうなんです、ほとんど外しましただからもっとね、ちゃんと練習しとけばよかったなって。いやでも大丈夫ですよ、フォワードじゃないですから。そう、ボランチの選手 で、ね、しおりさんの持ち味はボールダッシュじゃないですか。はい、もうそうですね、今なんか想像前の、ね、自分の試合してるところを見てると、はい、なんかあ、こんなプレーだったんだなっていうのは見てて、はい、自分じゃやっぱ分かんなかったところも多くて。試合見返すこととかあるんですか今。あ、なんかただ時々あります。映像残ってるんですか。まだアプリのやつで残ってる時があって、あ、はい、なんか最初の時にあったので、今のチームと自分のチームの去年のやつを見返して、はい、何が違ったんだろう、なんで今は勝ててるんだろうとか見たりして反省してました。あ、今のヤマトと、今のヤマトシルフィードと私がいた頃のっていうことですか。はい、はい、ちなみにそう、どういうとこですか、違いとかっていうのは。いやでもやっぱりもっとパスを多分つなげれるようになったっていうのもあるし、今のキーパーのモモが、はい、田中桃子選手、一緒にキーパーではなく、はい、一緒に多分サッカーを作り上げてる感じが下からこうするので、なんかすごいよりなんかディフェンスラインがこう強くなってるというか、うんうんうん、なんかだから多分失点もないんだろうなっていうのは思いました。なんか田中選手は U20 のね、日本代表で多分来年行われるであろう大会にも多分選ばれますからね、もしかしたら。はい、そうですよね、やっぱりすごい厚みというか厚みがね。あと副キャプテンですもんね、うん、確か。そうですね、今年びっくりして、うん、2年目でね、なったなと思って、すごいな、いや多分ヤマトのファンはこのまま残ってほしいと。そうですね、多分思うと思いますね。センターバックやらせてもらった時あったんですけど、はい、もうオフスタイルとかも難しくてなんかやっぱ今のみのりさん、はるさんとかやっぱすごいなと思って、ラインが綺麗で、いや私にはできないと思って。あの二人はなんか今貫禄が増して、いや増しましたよね。もう壁なんですよ。去年より増しましたよね。なんかすごいですあれ。いやあれは本当にあそこを多分抜いてくるフォワードはあまりいないんじゃないかってぐらい。いやいないと思いますよ。時代が違いますけど、ファンダイクとプジョルみたいな。あ、そうですよね。そうそうそう。いや本当にすごい。岸選手もやっぱりキャプテンで
やって、しっかり締めて、で、ラスボス登場みたいな。いや、本当にもう身長も高いんで、ああ、そうですよね。リングも、負けないところがやっぱりすごいなと思いました。助かりますよね。結構あれですか、大和の試合見てるんですか？あ、結構やっぱり見てます。土日とかが多いので、あと試合も前回、はい、長野パルセロの時に、はい、生観戦に行かせてもらって、その時は確か勝ったんですよね、ヤマトが。あ、勝ったんです ゼロかなんかで、確か勝ったんです。そうです、先生がスタジアムに行ったんですか？あ、行きました。あ、行ったんですね。車でお父さんと一緒に行かせてもらって。あ、お父さんと一緒に。あ、そうか、長野だから近いのか、新潟。そうなんです、ね、でもちょうど長野だったんですけど、遠いところで、はい、3時間半ぐらいかかったので、ちょっと連泊しながら楽しく行かせてもらったんですけど、はい、もうなんか久しぶりに会えて嬉しかったっていう。選手には会ったんですか？いや、ちょうど試合の前にコンビニに行ったら、はいはい、会ったんですよ、偶然コンビニに行ったんだ。氷入れてる時に会って、わーって言って、もう手振っちゃって、はい、タイミングよく。あ、もうバス自体あったので、もう皆さんのバスの近くまで行って、手振ってお送りして帰ってきました。すごい、運がよく。へえ、はい、さすがですね。さすが運命ですね。運命も、運命感じましたねえ、すごー。あ、そんな、でもそんなに話さなかったんですか、その時は？はい、なんかやっぱりコロナの影響もあったので。あ、そうですよね。自分自身もなんかやっぱりなんか、マキさんとかバスの中入っていいよって言われたんですけど、なかなか、ね、コロナもちょっと私も危ないかなと思って、こう上で見ながら話してって言って、はい、本当はね、一緒に喋りたかったんですけどねっていう感じですよね。はい、でもなんかサッカーやめても優しくしてくださるチームなので、あ、はい、もうすごくなんだろう、気軽に行けた感じで、よくは楽しかったですそういった意味ではなんか大和シルフィードって優しいチームというか、あと元気のあるチームだし、明るくこう迎えてくれる、新しい選手にも迎えてくれるチームですよね。そうですね、なんかやっぱぬくもりというか、監督コーチも皆さん、はい、まあ、女の監督コーチでもあるので、すごい接しやすさもあるので、すごい優しくしてくださるチームだなって思いました、やめても。女性の監督が初めてだったんですか、大和の時？あ、中高の時に、はい、アルビレックスの下部組織の時に、はい、コーチで行ったんですけど、はい、監督では初めてです。おー、やっぱ全然違いますか、はい、女性監督と男性監督。あ、そうですね、なんかやっぱり違いますね。でもやっぱりいろいろなんか女の事情とかもやっぱり話しやすいですし、話しやすさとかありますよね。はいはい、そっかそっかそっか、ありますし、結構そういった面があるのか、はい。ちなみに女子サッカーはやっぱり女性監督が多い方がいいなって感じますか？あー、私は結構だ、男女関係なく、うん、監督が合うか合わないかだなとは思うんですけど。あー、もうそういうのではなくて合うか合わないか。はい、なんかやっぱり言われ続けちゃう、はい、言われ続けるのが好きな選手もいれば、あんまり監督に言われちゃうと自分のプレーができなくて嫌な選手もいますし、うん、まあ、でもそれって自分のなんかやっぱ性格とかもあると思うので、はい、自分が関わったサッカーの選手、サッカーチームの監督は結構やっぱり皆さんいい監督ばかりだったので、はい、なんかもうセットして、はい、できた。でしたね、それは恵まれてますね。はい、もう本当に恵まれてましたいいな、もう恵まれてたらな、はい、もっといけたないや、やっぱ監督も大事だと思います。最後は自分だと思うんですけど、まあ、そうですね、はい、はい、まあ、いい監督とかコーチに巡り合って、でそこで自分がどれだけ成長できるかっていうところですよね。はい、それはあると思います。そういった意味では、しおりさんの中でこういった監督とかコーチとかの出会いで良かったとか、こういう言葉があったからここまで来れたってあります？私はやっぱり愛媛 FC リリースの短大の時にいた河合さんって言って、今 J2 の監督やってる方がいらっしゃるんですけど、はい、
もうかその河合さんに本当にサッカー自身を学ばせてもらって、あの短大生の時は、はい、あの2時間ぐらいバスに乗って宇和島から松山に行くんですけど、短大生、はいはい、でその時もあの河合さんがあの短大生が松山に行けない時は、うん、宇和島にわざわざ来てくれて、であのフットサルっていう ちっちゃいコートで、はい、短大生サッカーすることが多かったんですけど、逆にその期間の時に本当にパスの精度とか基本を結構多めにやらせてもらって、うん、でなんかタッチのなんかボールタッチのこととかもなんかボランチで大切だったこととかも、はい、なんか全部言葉に出して言ってくれる監督だったので、うん、そのやっぱり短大生の2年間は本当になんかサッカーってこうだったんだなっていうのをなんか一から学ばせてもらった監督だったので、もうそこからの、はい、基本とかっていうことですね。はい、そうですね。はい。なんかやっぱりでも前のそのアルビレックスにいた監督もあのわざわざその河合さんと縁があって、はい、新潟から愛媛に飛ばしてくれたので、うん、もうそこも本当に感謝してて、あ、新潟から愛媛ってわざわざお父さんお母さん本当に反対されて、遠いですもんね。遠いけど四国と海北新越なんで、うん、新潟からやっぱりその、愛媛に行ったのはその河合さんのおかげもあるあるし、あの、うん、アルビレックスで今のそのちょうどパルセロの監督を今してる、はい、の人がいるんですけど、はい、タモさんっていうんですけど、はい、その人が私今もともと右サイドバックしててずっとアルビレックスの時に、はい、でもその監督がボランチにさせて、おー、はい、そこからなんかボランチっていうものを教えても一からまた教えてくれて、でそこから河合さんと縁があって、うん、その愛媛って素晴らしいチームだからぜひ行ってほしいって言ってくれて行かせてもらったんですけど、はい、なんかそれがなかったら今の最後のシルフィーっていうところには行かなかったと思うので、はい、なので本当に何だろう、はい、面白い感じなんですよ。出会いがあって、もともとサイドバックやってたんですか？じゃあ右サイドバックやっててオーバーラップとかそっち系のなんかこう走れみたいな担当で。ああ、そうなんですね。はい。なんか、右サイドをなんかもう飛びのよくていけみたいな感じのタイプだったので。ああ。なんかわかる気がします。ボランチみたいなね、左右のなんか相手がいいんじゃなくて、もうこっちだけだったからよかったんですけど。そうそうそう。わかる。ボランチだったらもうこっち、どっちも来るみたいな感じで。僕もあの、サイドバックずっとやってたことがあったんで、はいはいはい、すごいよくわかります。え、わかります？サイドバックだと余裕があるから、そうなんですよね。で、何でもできるから楽しいですよね。楽しいんですよ。意外にサイドバックって何でもできるんですよね、他の子。はい、意外となんかあの自分でなんかこう動いたりもできますし。そうなんですよ。意外と楽しくって、はい、あのドリブルもできるし、でもまあボランチ組んだらね、ボランチも良かったんですけど、はい、まあ、いろいろ監督のおかげでそうポジション変更もしてて、で、あの現役を引退されて、はい、今は何をしているのか、で今後どうしていきたいのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど。あ、今はあの新潟であの保育士やってるんですけど、はい、今23なので、はい、まあ、3年4年保育士のブランクをちょっと上げて、でも子供が今4歳なんですけど、はい、今サッカー教えてて、うん、おー、いいじゃないですか。そうなんです。あの時間、自由時間とかの遊びがあるので、はい、その時にあの園長先生があのゴールを買ってもらって、一緒にやってるんですけど、はい、やっぱり4歳児はもう元気な男の子たちが多いので、一緒になんかボール取られないように一緒にボール遊ぶとかして、うん、今遊んだりしてるんですけど、はい、自分自身なんかこう子供たちにサッカーを教えるっていうのが苦手みたいで伝わらないので、しおりさんがですか？あの、教えれるようななんか本当指導力がもう少しつくなっていうのは正直 あるんですけど、はい、でもう少しそのサッカーの楽しさとかを子供たちに教えていきたいなっていうのは今頭の中では考えてます。大丈夫です、伝わってます。
いや、伝わらないんですよ。本当ですか。はぁ、なんか言葉がパスとか言っちゃうじゃないですか。もうそれ自体もまだわからないので。そっか。まずボールをコロ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 から始めて、足もね、触っちゃうので。そっか、難しい。ボールはね、触っちゃいけないんだよとかもまず教えなきゃいけなくて。ハンドって何みたいな感じなんですね。あ、そうなんです。結構1からやっぱ分からない子が多くて。はい。はてなマークが多いので、それを全部。これは大変ですね。そうなんです。だから意外とやっぱり試合ってなると難しくて。まだ試合はできないですよね。今はね、まだね、2対2とかはできてるんですけど、でもすごい大人数ではできないんですよね、まだ。でもなんかやっぱちっちゃい子たちは単純なので、はい、このサッカーをが自分たちでしてみて楽しければもう楽しいと思ってくれるので、うーん、多分それを多分先生が考えて やればいいんだなって思ってるんですけど。小学校とかのライセンス取れるんじゃないですか、絶対。あー、そっかそっか、確かに。もう若くして監督になって。いやー、ね、監督になれないです。これから愛媛と大和と新潟に恩返しみたいな。いやー、もう試合観戦の方で応援しようかな。もう頑張れーの方で。試合観戦はじゃあ結構行ってるんですね。大和もそうです。はい、もう大和、アルビレックス、はい、結構行かせて、で、愛媛も前なでしこ一部に上がったので、愛媛アルビ戦でも、はい、見に行かせてもらって。愛媛よかったですね、あれは。 1位優勝ですもんね、2部でね、昨シーズン優勝で、はい、今一部に上がったので、アルビと対戦する機会があったので。あ、そうですよね。そっかそっかそっか。いや、でもそこでもう学んでるわけですね。はい、今それで子供たちと一緒に今勉強しながら今やってます。でも指導者の道もあるじゃないですか、保育士もやりながら。ねえ、でもやっぱり。で、まあ、保育士の話にも戻りますけど、今は、4歳児。4歳児です。を担当というか、クラスを持ってるかな。はい、今先生2人で見てます。あ、先生2人で見てるんですね。はい、幼稚園は先生1人なんですけど、はい、保育園は今19人の子供たちで2人で見てます。うわ、大変。いやー、なんかね、言葉がやっぱり今4歳児だと喧嘩が多くて。あー。怒らなきゃいけないって、怒るって結構大変なんだなって思いました。怒るって大変なんですね、やっぱり。はい。怒るって結構疲れるんだなって思う。あれじゃないですか、お母さんの気持ちが分かったんじゃないですか。あー、もうちょっと分かりました。なんか私大変だったんだろうなって思って。あー、やっぱ怒るって大変なんで、なんか体力使うって言いますもんね。はい、なんか改めてこの本に立ったら伝わりましたね、大変なんだことが。あと、なんかこう言葉選びとかもやっぱり大事じゃないですか、怒るときとか。言葉選びもやっぱり先生の言葉をやっぱり子供たちも聞いてて、うーん、やっぱ真似しちゃう子とかもいるので、うんうんうん、言葉を考えながら頭を使いながら やってるんですけど、しかも理解、頭の能力がないから、ちょっと私が、うん、いや勉強しています。でも理解するように喋んなきゃいけないってことですもんね、4歳児に。そうなんです。いや、それはすごいわ。でも結構やりがいは感じてて、なんかあの今まであのサッカーのところで自分で選べなくって仕事をさせてもらってたので。あ、サッカーやりながら、まあ、はい、スポンサーのところでやらせてもらってるので、そのサッカー事情とかで休ませてもらったりとか、本当そういう場面では本当感謝してるんですけど、はい、自分自身に合った仕事ができてなかったなっていうのは正直あって、今のその今回は、ね、はい、そうです。今のその保育士の仕事は自分で選んでこれやりたいっていう思い、はい、選んでやっぱやったものなので、うん、なんかいや大変なこととかもあっても自分が選んだから頑張ろうとかもやっぱ思えてしまう部分も あってるので、うん、そこはまあちょっとね感謝してるんですけど。いや、でもありますよね、はい、自分がやりたいと思ったことをやるっていうのはずっと続けられますからね。はい、やっぱり続けれるんだなっていうのは正直思いました。 その今までは、はい、あのスポンサーさんの会社で働かせてもらって、はい、で、あ、そうです、会社で勤務しながら練習の時間になったら練習行っ
って、はい、で土日は試合をやって、はい、はい、そうです。え、土日とか試合だと、はい、休みなくないですか？あ、でもどっちかか、土曜日試合だったら日曜日休みとか。そうですね、でも去年行った大和シルフィード の、はい、その市役所のところだとやっぱり、はい、あの試合が日曜日になったりすると次の日とか結構休ませてもらったりとか、結構なんか配慮とかしてくれるところだったので、その場面でもやっぱり、はい、あのその足の負担とかもあったので、あのそこでちょっと回復ケアとかもできたので、はい、そこは本当に感謝してるんですけど、やっぱないところだと結構立ちっぱなしの仕事とかになると、ね、私の膝が持たなくって、そっか、もう練習前に痛くなったりとかしちゃってて、はあ、そういうのもあるんですね。立ちっぱなしとかだと、なんです。そうか、はい、うわあ、それ大変だわ。去年は座らせてもらったので、まあ、膝が良かったんですけど、はい、愛媛の時は立ちっぱなしの方だったので、もう膝が固まっちゃって、サッカーができなくて、もうテーピング巻いてやってたりしたんですけど。それ、あれですよ。言った方がいいですよ、いろんなところに。今これからのサッカー選手のためにも、うん、なんかそうなんです。だから結構大変で、今ね環境とかっていうのはやっぱ大事じゃないですか。その、はい、ね、男子と女子で格差があったりとか、アメリカの方でも女子サッカーと男子サッカーで給料の違いとか、そういうのを訴えたりとかあるから、そういった意味で今、はい、ウィーリーグも始まるし、ね、環境といった意味じゃプロ化になってプロ選手としてできるのか本当にとか、そういった、ね、その意見はそういうの貴重ですね、本当経験は。でもなんかその時はなんかやっぱりまず仕事場を探してもらったところからやってもらったので、もう仕事を選んでそこに行ってって言ってくれてるだけでも、うん、こっちの他側ではすごい助かってたので、うん、まずは言う前にやろうと思って、うんうんうん、いやすごい、うん、体が持たなくって、そうっすよね、中にはこう痛みを抱えながらやる選手だってそうですもんね、いるわけですからね。 いると思います。全然それで職場でね酷使するっていうこともあるから、うん、そうですね、ケアもね仕事のうちですもんね。いや本当にサッカー選手のやっぱ私愛媛の時試合出てなくったので、あの本当になんだろう、試合した後のケアっていうのがやっぱ正直分かってなくって、うんうん、なんてなんかそあんまり疲れてないんだろうなって正直思ってたんです、うんうんうん、はい、なんかあのでもやっぱり愛媛の人たちも試合があってケア一日終わって火曜日からまた練習したんですけど、はい、その時もなんか全然前と変わらないぐらい普通にいいプレーしてて、うん、でメンバー入ってて、うんうん、あすごいなと思って、でそれをシルフィーに来て自分自身がやってみようと思ったら意外とできなくって、うん、その日の試合で力を使い尽くしちゃうともう次の週でまた体がケアが負担がかかってもできなく、前みたいにできなくなってたりもしてて、だから本当にケアってすごい大事なんだなって改めて思いました。だからそういった意味でも環境を整えてもらえる、まあもちろんその働かせてもらうのはありがたいけど、はい、そのこれからね、はい、これから WE リーグとかできて環境を整えてもらうっていうのはすごい大事ですね。はい、なんかそれはそうですね、来年そういう風に変わるんだったら多分そう大事だと思います、すごく。いや、すごい貴重なお話をありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに今後はどういうことをしたいってのありますか？保育士をしてって今後はですね、はい、まだ1年目なので、はい、正直教えてもらってばっかりなので、うん、まずは自分で動けるようになってで、あのいろいろと書類関係もまだ書けない感じなので、頑張って自分で書けるように勉強していって。書類関係ってどういうあれですか？仕事の中でとか。あのはい、連絡帳とか、連絡帳、あと成績記録とか、あのその1年ごとに次の年流れ時とかの、あの成長がどう変わったかっていう様子とか、あ先生がやるんですね。あ先生がやる、だから
保育士って子供と遊んでだけじゃないんですよ。本当そうだ。僕もいやほらその小さい頃の記憶しかないから、はい、先生ってそういうことやってくれたんだってなんか勉強になった。私はやってないんですけど、あの週間とか1週間のああいうやつとかも先生が決めて何をするかとかも書類で書かなきゃいけなくって、これからそれをできるようにやっていくのと、まあ、リフレッシュでフットサルとかもしていきたいなと。そっか、フットサルは今もやってるんですよね。でも今はもう本当に遊びとかでやってるので、はい。マニフットサル、チームとか入ってないですか？あのチームとか入ると練習があるからいけないなと思ってやめました。練習じゃなくても試合だけみたいなところもあるじゃないですか。そのサークルみたいな感じ。考えてるんですけど、うん、そのなんか1年目だからまずそれ入るのやめようと思って余裕持ってから入ろうかなって思ってます。あ、そうですね。ちょっと仕事がちゃんと落ち着いて、あとなんか怪我しちゃったら、うん、あの動く方なので保育士も足怪我すると仕事できないなと思って、仕事の方に影響が出るってことですもんね。はい、なのでちょっとね今は試合観戦の方に重視を追ってます。すいません、ちょっと長くなりましたが、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。